PK 戦が始まります。1本目はきっちりと押し込む。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。ロリス、どう読んでくるのか。そしてこちらも着実に入れてきました。1対1です。これを防ぎます。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。おっと、キーパー真正面。今のプレーどうご覧になりますか。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。3人目です。キーパーの逆をつきました。ちょっとね、読みが外れましたよね。ゴールの左、止めるの難しいですからね。4人目です。確実に決めます。読み切りましたね。イングランド、次はキャプテンが蹴ります。ゴールの右、今のところ3対3、非常に緊迫した状態です。そうですね、ここからはミスできませんね。これを決めます。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。決める。ここは次につなげました。決着がつかない。6人目です。あっと、外してしまいました。左へ打ってきました。狙いは良かったかもしれませんけどね、それましたね。決まった、決めました。イングランド勝利です。今日の PK での対戦はイングランド勝利しています。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。皆さん、また次回お会いしましょう。さあ、 PK 戦です。1本目はきっちりと沈めました。本当にね、落ち着いてますよね。ノイヤー、どこを狙うんでしょうか。落ち着いてきましたね。これで両者1ポイントずつ。ゴールの右へ決めました。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。ビジャー、こういった場面では強さを見せてくる。ちょっと読み違えたんですかね。3番目のキッカーです。今のは止めたかったでしょうね。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。あっと、外してしまいました。左へ打ってきました。狙いすぎでしょうかね。これが決まらない。左を狙っていきました。気負いすぎた分だけそれたんでしょうかね。おっと、ど真ん中狙いましたね。さあ、イーブンになりました。はい、これでお互いもう外せなくなりましたね。真ん中へ決めてきました。ちょっと読み違えたんですかね。ここは粘り強さを見せました。決着はまだつきません。決めてきました。読み切りましたね。スペイン、ここを外すと負け。おっと、キーパー止めました。ドイツ、 PK 戦で勝利です。本日の PK 戦はドイツ勝利をものにしています。解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。
さあ PK 戦です。これはキーパーの読み勝ち。今のはいかがでしょう。そうですね、動き出しを見て読まれたんでしょうかね。ゴール右隅に決めました。ちょっとね、読みが外れましたよね。ゴールの左、うまく逆をつきましたよね。これはキーパー見切っていました。完全に読んでた感じですよね。反応できません。ちょっと読み違えたんですかね。難なく決めます。本当にね、落ち着いてますよね。ロナウジーニョ、こういった場面では強さを見せてくる。おっと、キーパー真正面。今のプレーどうご覧になりますか。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。おっと、キーパー防ぎました。これは読まれちゃいましたね。ゴール左へ決めました。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。ここも止めてきた。ブラジル勝利です。改めまして、今日の PK 対戦はブラジル勝利しています。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。皆さん、またお会いしましょう。さあ、そろそろ PK 戦が始まります。右を狙っていきました。狙いは良かったかもしれませんけどね、それましたね。決まりました。本当にね、落ち着いてますよね。2人目です。決まりました。読み切りましたね。2人目です。右端に決めました。本当にね、落ち着いてますよね。ゴールの右へ決めました。ちょっとね、読みが外れましたよね。おっと、キーパー止めました。完全に読んでた感じですよね。入れた。読み切りましたね。4人目。おっと、連続セーブです。今のはどうでしょう。そうですね、動き出しを見て読まれたんでしょうかね。これを防ぎます。これは読まれちゃいましたね。ここは粘り強さを見せました。決着はまだつきません。逆サイドに決めてきます。うまく逆をつきましたよね。おっと、ポストに嫌われた。アルゼンチン PK 戦で勝利です。ご覧いただきました PK 戦はアルゼンチン勝利をものにしました。そろそろ放送時間も少なくなってまいりました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さあ、 PK 戦です。1本目はきっちりと押し込む。止めるの難しいですからね。
ついてきましたね。これで両者1ポイントずつ。決めてきました。いや入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。左端に決めた。ちょっとね、読みが外れましたよね。キーパー止めた。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。真ん中へ決めてきました。止めるの難しいですからね。ゴールの左、うまく逆をつきましたよね。クロアチア、次はキャプテンが蹴ります。難なく決めます。読み切りましたね。ここもあえて言いますが、決めなければならない。おっと、これはポスト。クロアチア勝利です。本日の PK 戦はクロアチア勝利をものにしています。さあ、放送時間がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けいたしました。皆さん、ごきげんよう。さようなら。